はい、ジェイクマです。じゃん。今日はね、9月の24日ということで iPhone13 のね、発売日ですということで、これを開封していこうと思うんですけど、これはね、 iPhone13 Pro のシエラブルーだったかなっていうモデルのやつですね。じゃあ開封していきます。ピリピリ、じゃあペリペリ剥がしたんで、じゃーん。じゃあこのペリペリ、こっち側は何も貼られてないのかな。なんかね、横が、メタリックっていうか、もう鏡面仕様になってて、で後ろはね、曇りガラスみたいな感じになってますね。もう質感はそんなにてか悪くないですけど、なんかね、こっち、これ今まで使っていた、これはね、今まで使っていた iPhone11 かな、11なんですけど、11 Pro ですね。でこれがね、新しいやつ、ほとんどね、サイズ、まあ微妙に13の方がでかいのかな。本当に微々たる差っていう感じですけど、微妙にね、13の方がでかい感じですけど、なんかね、持った感じめちゃくちゃ重く感じる。重さどうなんだ。はい、今ね調べたんですけど、11 Pro が188g、 こっちだこっちね、こっちが 188g に対して、なんかね、プロは 200g、 203g らしいですね。やっぱりね、持った感じで全然重さが違う。重量感めちゃくちゃありますね。まあ、とりあえずね、基本設定だけは終わらせたいと思います。セットアップ終わったので、これからね、外に出て、いろいろとね、撮影とかやっていきたいと思います。このカメラも持って行ってね、一緒に比較しながら撮影していきたいと思います。はい、今あの T1 ハーバーのすぐ近くにある公園にね、ちょっと広めの公園に来てます。ここでね、あの結構植物とかがあるんで、ここで iPhone とね、取り比べしていきたいと思います。で取り比べしていくんですけど、この、ね、iPhone なんですけど、これね、ビデオ、普通のビデオモードと、これ見えるかな、この普通のビデオモードと、他にね、このシネマティックっていうのが追加されたんですよね。映画みたいにこのフォーカスとかを自動で切り替えてくれるっていうね、そういう新しい機能で、これもね、一緒に合わせてね、撮っていきたいと思います。これは α7C です。通常のカメラモードです。はい、今度はね、α7C で橋を歩くところを撮ってみたいと思います。はい、今度は iPhone のカメラモード
通常のカメラモードで橋を渡る動画を撮りたいと思います。はい、今度はシネマティックモードで撮りたいと思います。はい、ちょっとね、サングラスだと画面が全然見えなくてね、外しちゃいましたけど、今度はね、自撮りをしながらね、歩いてみたいと思います。まあ、ここはね、川沿いのデッキに降りてきてるところですね。はい、今度はね、iPhone のカメラモード。これインカメラなんで、カメラ性能はね、そこまで高くないんで、ちょっとどのくらいかわからないんですけどね。ただこれでね、すごい思ったのが、iPhone のね、画面がね、めちゃくちゃ綺麗。ほんと綺麗ですね。α7C の画面もこれになんないかな。めちゃくちゃ綺麗。これがね、今一番驚いてますね。音声ちゃんと入ってるかどうかっていうのがね、ちょっと怪しいですけど。はい、今度はね、 iPhone のシネマティックモードですね。すごいこのボケ感が、これね、ソフトウェアでボケ作ってるんですけど、後ろすごいボケてますね。これ F いくつと、F2 とかそんくらいで撮ってるぐらい、めっちゃボケ。すごいな。めちゃボケてるよ。うん。シネマティック感ありますね。結構いいですね。画面も綺麗なんで、すごく、よく撮れてるような気がします。はい。α7C のボケ感とかのね、テストしていこうと思います。はい、今度は iPhone のカメラモード。今度はシネマティックモードです。はい、昼間のね、撮影はだいたいこのくらい、明るいうちはね、このくらいにして、この後ね、ティーワハーファー行って、ご飯を食べて、でご飯あそこね、めちゃくちゃ暗いんですよ。で前に iPhone で撮った時に暗すぎちゃって、ノイジー、すごいノイジーになっちゃったんですよね。なんでそれでね、今回のこの13プロがね、プロの性能がどのくらいなのか、暗証がねだいぶ強くなったっぽい話だったので、そのどのくらいね綺麗に撮れるのかっていうのをね、実際に試してきて、でまたねここの公園に戻ってきて撮影テストしてみたいと思います。はい、TY ハーバーの中に入ってきました。こんな感じですね。もう外真っ暗なんで、だいぶね、暗いんですけど、これがね、iPhone で撮るとどうなるかっていうのを、ちょっと見てみたいですね。はい、今度はね、iPhone で、iPhone の普通の撮影、カメラモードですね。今度はシネマティックモード。
そとしている間にね、ノンアルコールのペールエールが届いたので、ペールエールいただきたいと思います。じゃあね、iPhone でもペールエール届きたいと思います。シネマティックモード。じゃあいただきます。全然 iPhone 暗くて撮れないね。いただきます、はい、今ディーワハーバーからね出てきたところなんですけど、さっきのね、あの昼間撮った公園に戻って同じところ撮影しようと思ったんですけど、なんか雨降ってきちゃってね、そっちに戻るのめんどくさいんで、あの TY ハーバーの隣のねデッキ、ボードウォークだったっけな、ボードウォークでちょっとね撮影して、で今日は帰りたいと思います。はい、まずはねアルファ 7C からぐるっとパンしていきたいと思います。はい、次は iPhone のカメラモード。はい、次はねシネマティックモード。はい、次はね自撮りでいきたいと思います。まずはねアルファ 7C 自撮りでね歩きながら撮りたいと思います。さっきねあの TY ハーバーで気がついたんですけど、今日撮ってる時にねあれだったんですよね、なんかカメラのね撮影モードがカメラをねやなんていうの閉じるたんびに変わってて、ちょっとデフォルトをね直すのを忘れててね、4K にやっと固定したんで、ちょっと最初の頃はね、ちょっと画質のね、ところっていうと、少しね、比較が微妙になっちゃうかもしれないですね。はい、今度は iPhone のカメラモードですね。インカメの方なんで、ちょっとね、カメラ的にっていうか、そのセンサー的には少し弱いっていう感じだとは思うんですけど、どうですかね。なかなかね、まあ、少しねここら辺はねボードウォークは結構明るいところなんで、カメラ的には少し優しいとは思うんですけど、どうでしょうか。はい、次はねシネマティックモード。シネマティックモードはねやっぱりちょっと明るさが足りなくて、そのカメラのね、画面表示の方に明るさがもっと明るさが必要ですっていう表示が出ちゃってますね。後ろもねちょっとぼやけてるっていうかノイジーな感じになっちゃってる感じですよね。この iPhone の画面を見る限りはね、ちょっとちゃんとね家で調べてっていうかね編集してみないとわからないですけど、結構ノイジーな感じに映ってるかなと。まあ、インカメなんでね、どうしても弱いかなっていうところですけど。はい、次はね、カメラのチルトで試したいと思います。これね、α7C です。はい、今度はね、iPhone のカメラモード。はい、次はシネマティックモードです。
はい、またなんかね雨がひどちょっとね止んでたんで、あのボードウォークで撮れるかなと思って出てきたんですけど、またねちょっと雨ひどくなってきたんで、今日はねこれで帰ってちょっと動画ね編集し一回ねあの PC の方で確認してみたいと思います。はい、動画の撮影から帰ってきて、で一杯やってねちょっと気持ちよくなってるんですけど、この iPhone 13 Pro ですけどかなり良かったですね。動画のね確認とかもちょっとしてみたんですけど、 PC のね大画面の方で確認してみたんですけど、すごい綺麗でしたね。ただやっぱりねどうしても暗所に弱いっていうのはありましたね。まあ暗所って言っても、まあ一般的なね夜の街灯とかがあるところは全然いける。ただあのレストランの中とかかなり照明が暗いところっていうのはさすがにねこのセンサーサイズだとちょっと厳しいかなっていう感じでしたね。真っ暗になっちゃうかなと、そういう感じがしました。であとシネマティックモードっていうのはね、ちょっとね無理やり明るさを出して、 ISO 感度をね少し上げて、あの無理やりね明るくしてるような感じがするんですよ。なので少しね暗いところで撮るとノイジーな感じに映っちゃうなっていう感じですね。まあ、特にその人とかそのなんていうんですかね、複数人を撮ってその人にフォーカスがねどんどん移り変わるみたいな、そういうのがなければね、あのシネマティックモードで撮る必要がないかなと思うんですよ。そのなんていうかね、近くのものから遠くのものにフォーカスを移し替えていきたいみたいな、そういう時はシネマティックモードっていうのはすごく有効だし、面白い撮れ方がするのでとてもいいなとは思ったんですけど、普段はね普通のカメラモードで十分かなっていう感じがしましたね。でねすごく良かったんですけど、ちょっと気になったのが、あの夜景とかをね撮ってた時にレンズフレアがすごいんですよ。レンズフレアってこのライトっていうかね、このレンズに光源、まあ太陽だったりとかなんか街灯だったりとかそういうのが入り込むと、そうするとねそっからの光がこのレンズのところに乱反射してね、点が映っちゃうんですよね。ちょっと歩いてる時の動画みたいなのを、歩いてるところをね、その TY ハーバーのすぐ隣のちょっと綺麗なところがあるんですけど、そこね歩いてるところを動画撮ってみたんですけど、なんかね iPhone の画面で見たらなんか虫でも飛んでたんだっけかなみたいな、そういうような画面だったんですけど、でっかい画面で見たらね、そしたらその虫みたいにちらついてたのは虫ではなくてレンズフレアだったんですよね。結構ねレンズフレア激しいなと思ってたんで、その撮り方、レンズフレアとかが入らないように撮るみたいなのが結構必要かもしれないですね。でもねそれ以外は本当にね綺麗に撮れてよかったですね。あれかな、一個ね気になったのが、そのシネマティックモードすごい楽しいんですけど、シネマティックモードね 4K 撮影がどうもできないんですよね。僕の Vlog は 4K30p でね、30フレームで撮ってるんですけど、通常のねカメラモードっていうのは 4K30 フレームっていうのが普通に撮れるんですけど、シネマティックモードはね HD 画像になっちゃうんですよね。ちょっとそれだけが残念だなと思いましたね。シネマティックなんでね 4K シネマって撮りたいじゃないですか。そこら辺がねちょっと残念。うん、でもねほんとそこの部分に関してはビビたるもので、なんていうの、手ぶれ補正、僕まあこんな感じでね、こんな感じで構えて歩いて撮ってたんですけど、ほんとね何の加工もなく、てかもう何にもね気にせずに普通に歩いてたんですけど、全然ブレないですね。素晴らしい手ブレ補正がついてますよ。これね本当になんていうのかな、さすがに今使ってる、ね、一眼とかと比べるとセンサーサイズが弱くて綺麗さには負けちゃうとは思うんですけど、なんていうのかな、GoPro とか Osmo ポケットとかそういうね Vlog カメラに、 Vlog で使えるようなカメラねにはね、もうこれでいいんじゃないかなっていう人もね多くいるんじゃないかなと思いますね。 GoPro ってそのアクションカメラだけど、アクションカムとは違くて、
なんていうか普通にねその Vlog 用のカメラとして使ってる人も多いじゃないですか。でもそれだったらこれでいいんじゃないっていうね。ただねそういうカメラに関してはその専用っていうねカメラで写真とか動画を撮る専用機として使えるので、例えばね iPhone で電話をしたいとかその撮影しながらなんかしたいとかいう時はiPhone で撮影してたらそういうこともできないですしね。そういうところのね利権でね、まあどっちがいいのかみたいなね自分の用途っていうので選んでもらいたいなって感じですね。うん、でもね想像以上でしたねこれ。ちょっと街撮りとかをね今後これで撮っていこうかなって思っちゃうぐらい良かったですね。ただねその一個さっきからねちょっと気になったところをまばらに出して申し訳ないんですけど、ちょっと気になったのがその音声のね感度がこのマイクに付属のねマイクの感度が良すぎるのかわからないですけど、風切り音がね結構入るんですよ。そこだけね気になったかなって感じですね。こうやって持っててこうやって持ってたからそんなにねまあ、ここのスピーカーじゃない、ここのマイクに関してはだいぶ風切り音というのは低減できるとは思っていたんですけど、それでもね今日そんなに風強くなくて、まあそよ風程度だったんですけど、結構ボボボボボボっていう音が激しく入ってたんで、ちょっとそれだけもしね Vlog カムっていう風にするんだったらその外部マイクみたいなのをね付けられるようなアタッチメントとかをつけた方がもしかしたらいいかもしれないですね。はい、っていう感じでしたね。本当ね、もうざっとなんですけど、まあ、昼間は本当にこれだけでもいいですし、夜もね、大体の場面ではこれでいいんじゃないかなっていうね、そういう予感を感じさせてくれるすごいカメラでした。いや、本当ね、買ってよかったかもしれない。ただね、これで、ね、レンズがでかすぎる。これね、前のやつがこれなんですけど、こう分厚さもね、全然違うんですよね。まあ2倍近く、ここのレンズの、2倍以上か3倍ぐらい、レンズの分厚さがあるんで、並べてね、こうやって置くと、明らかにこっち側だけこんな風にね、こんな風に、段差ができるっていうね。そこだけちょっとね傷つけないように気をつけたいと思います。はい、っていう感じでこの本当にねカメラとしてまあスマホとしてはもちろんなんですけど、カメラとしても高性能なのでぜひね Vlog 撮ってる人とか iPhone Vlog 挑戦してみてください。じゃあ